皆さんこんばんは。長岡 HR420 桃助です。今年もサマーバケーション2016、いよいよ今週末です。ということで今年もですね、新日本海フェリーに乗って、このでっかいやつね、はい、これに乗ってね、北海道に行きたいと思います。今回は、苫小牧に上陸後、知床をね目指したいと思います。今年はどんなサマーバケーションになるのか、もうほんとねワクワクですね。まあ、コンディション上がって天気ももちろんいいことをね期待してます。ということで、ひとまずは新日本海フェリーでのね船旅を楽しみたいと思います。もちろんね、船の上でもね、運用するんでね、どうなるかな、はい、船旅の楽しみと交えて紹介したいと思います。それではももチャンネル行ってみましょう。はい、ということでこれから乗船です。インターネットで船をね予約した場合は、予約完了画面の方から E チケットを印刷しておくと、港ではね何も手続きなしで、乗船することができます。印刷した E チケットにあるバーコードを、係員さんにね、見せればそのまま車で乗ることができます。新日本海フェリー結構何回もね使ったことあるんですけど、まあ、ほんとね、夏休みのど真ん中とかじゃない限りですね、まあそのチケットが取れないってことはないんじゃないかなと思いますね。いつもこの7月の最終の週末利用しますが、まあ1週間前でもねチケットは取れちゃいます。はい、ライトだけ消していただいて、はい、お願いします。真ん中バックで入りますね。ああ、わかりました。はい、右に頭振って、なんとか切り返して。はい、船室です。まあ、寝台特急とかいうのに比べたり、あとね、古い新日本海フェリーの船に比べるとですね、ベッドが別々に分かれてるんで非常に快適です。こんな棚とかもねあるし、あとこの照明の下にはねコンセントもあるんで、スマホなんかもね十分充電できます。はい、ということで、じゃあ今日はね
まあもう夜の12時ぐらいですんでね、寝て明日に備えたいと思います。船の中はね、また明日散策します。おやすみなさい。水球11メーター、水球11メーターバンド、こちらは長岡ホテルロム A420、長岡ホテルロム A420、長岡 HR420 ポータブルマリタイムモービル秋田県沖移動受信します。はい、了解しました。ミエ C129、ミエ C129 レポート5353、5353、秋田県沖から5353です、どうぞ。あ、今よく聞こえてきました。ありがとうございました。またお願いします。73。いや、晴れですよ、晴れです。快晴、快晴、日本海は快晴です。ありがとうございました。いや、おかしくないですよ、おかしくないです。晴れ男ですから。ハロー、水球11メーターバンド、こちらは長岡ホテルロム A420、 長岡 HR420 ポータブルマリタイムモービル津軽海峡移動です。入管ステーションございましたら音お願いします。受信します、どうぞ。長岡ホテルロム A420、 長岡 HR420、 こちらは埼玉 HK1-1、 埼玉ホテル1-1、ポータブル北海道函館、どうぞ。あ、こんばんは、埼玉 HK118、 こちらは長岡 HR420 北海道移動でしょうかね、5959で津軽海峡、新日本海フェリーに入管しております。こんにちは、どうぞ。はい、お疲れ様です。5K フェリー、こちらからも同じく5K ですね、ブラボーフロリダステーション、ブラボーフロリダステーションいらっしゃいましたか。こちらは長岡 HR420 ポータブルマリタイムモービル BF ステーション、どうぞ。こちら静岡ブラボーフロリダ109、了解しました。埼玉 BF109 529SL、 こちらから5454。キューブ109ステーション、909ステーション、909ステーションいらっしゃいましたか。再度コールください、どうぞ。了解です。愛知 KY909、 愛知 KY909 レポート5252、5252、愛知 KY909、 5252です、どうぞ。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます、結構ふざけたこともね
でいつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。